こんばんは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はアーティストを使っていきます。何気に動画で使うの PTB 以来じゃないか。そういえばそうね。実装されてから割と使いこなせてきたから動画でも使っていくわ。まあいつの間にか貞子実装されてしまったけどね。それなんだよな。今回は破滅と共鳴する苦痛のセットに加え、興奮を持ってきたわ。ほう、お前が持ってくるのは珍しいな。他の遅延パークがなかったというのもあるけど、単純に使いやすいのよね。特に共鳴する苦痛との相性はバッチリだな。早速一人目を発見。すぐ負傷を負わせたのはいいスタートだ。今回のアドオンは生存者追い込み型できたわ。まずはレアの、大悲しみよ、を愛する人よ。なんだか変わった名前だな。これはカラスが群れてる間疲労状態になるというアドオン。あの能力使う前にダウン取れてますが。これは、まあ、運が悪かったということで。さっきの説明の続きだけど、このアドオンを最初に見たとき、ハントトレスの疲労斧とクラウンの疲労瓶を思い出したわ。今度は疲労カラスか。でも疲労瓶はもうないけどな。正直アーティスト使うならこれは欠かせなくなってしまったわ。便利なことに変わりはないからな。そしてもう一個のアドオンが無題の悲痛。これも同じくカラスが群れた時に発動。妨害のステータスを付与する。ただし、群れた瞬間から 1.5 秒だけという制限はあるけど。これは完全にチェイスに特化してるな。あ、残念メグさん、そこは死亡確定です。さて、爆発はしたけどあそこはメグがやってたところだから誰もいないはず。なるほど、右と左で分かれて発電してるわね。こうやって見るとアーティストにバベチリはかなり相性いいな。だからこそつけてるってのもある。さて、カラスが群れたのは右の人か。あ、あれ、カラス振りほどいてなくない？もしかしたらそのことを知らないのかもしれない。とりあえず、今はデッカの心配をする必要がないわね。ここのいたグルポジはアーティストの独壇場ね。ここにカラスを設置して。うんこれこの人アーティストとの対峙初めてだわ。少しは慈悲を与えて差し上げろ。おっと、固有に反応があったわね。てか今当たってなかったのかい。まあまあ、お前が下手だったってことで。買うか、喧嘩。さて、このドワイト氏は板をどう使ってくるかしらね。そのまま倒すか、スルーするか。なるほど、スルーはいい判断ね。そしてこの最弱ポジからも離れると。アーティスト対策はしっかりしてるな。そう、距離をひたすら取られると厄介なのよね。これ、内緒話ね。いや思いっきり公言してますけど。あ、まずいこれ立ち回りミスったわ。でもドワイトもミスしてくれたわね。もしさっきの位置周されたらカラス強制的に群れて時間取られてたわ。よし、これで一旦全員一回釣ったわね。バベチリマックスか。今セルフケアしてるの見えたからあそこにも飛ばそう。そしてこの壁も破壊と。セルフケアしてる人には命中して発電してる人には外すって。うまいんだか下手なんだかわかんねえな。下手ってことでいいわよ。さて、奥の発電機は諦めよう。破滅が壊れてるし、いつの間に壊れてたんだよ。そうね。最初にこのメグとチェイスした時、割と序盤かよ。あれ、知らないのマリサ？このゲーム破滅は1秒以内に壊れるのよ。あ、ダメだこいつ目に光がないわ。せっかくだから奥の人にもちょっかいかけるか。負傷さえできればいいってすでに負傷してる人じゃないか。少し待って。はいこんにちは。地獄。さて、もう一人のメグを。あら結構離れてるわね。そしてドワイトが起こしに行ってるな。これは少し遅らせてからカラス撃とう。これで二人カラス群れるかな。あら残念、早すぎたわ。カラスが群れたのは負傷したドワイト。ということはさっき釣ったドワイトか。ならばドワイトを追いかけましょうか。なんか倒れた音が。先ほどのカラスリベンジと行こうじゃないの。念のためここにカラスを設置してと。発射。うん、下手。いよいよ自落に走ったな。そう、ここよここ。お、怪文だ。黙っててもろて。ここで本来やりたかったことをやるわよ。まずはここにカラスを設置。そして今度は右に回り込むわ。はいこれで射程内で終わり。でもこれ突っ込まれてカラス群れさせられる可能性あった。さて誰事は置いといてあそこで叫んだ人がいるわね。お前ひょっとして私の突っ込みをカットしたか。右にセルフケア、左に発電。今度こそやるしかないでしょ。え、うまくね。いやそこ外せよ。しかもこれリーチのメグを見つけたわね。なるべく均等釣りをしたかったけど見つけた以上仕方ないわ。さて、ラストダンスと行こう。そういえばデッカあるか確認してなかったわね。でも武器振っちゃう。お、あのシルエットはドワイト。この人は一番最初に見つけたっきりだったわね。隠密がうまいな。あれ気のせいかしら、まだカラスついてる人が。まあいいや、このドワイトを追いかけましょうか。お、このポジション使わないのね。やっぱり気のせいじゃない、なんか上にいる。気のせいということにしておこう。これは一発確定ね。その後どう動くかね。てかまだ発電機1台も直ってないのか。ああ、あのね。共鳴する苦痛がバカ強いわ。それは間違いない。今回の試合メグとドワイトの片方がチェイス慣れてないっぽいわね。
これはガバマッチの弊害か。でも一応運営もその状況は認識してるみたいだから試行錯誤してるみたいよ。良くなってくれるといいな。お、これはまたリーチのドワイトね。この人は慣れてないっぽいから気を引き締めなきゃ。早速ロッカー振りほどきしてるな。素晴らしい、しかも痛み間に合うしね。これは壊しておきますか。あーあー目がああ。くそー、ライト当てるのうまい。さてどこに逃げたかな。お、それは一発もろたで。最速飛びしないと今みたいになってしまうな。負傷したから今度は離れるでしょう。奥に逃げたけどこれは先回りしよう。あ、思ってたよりかは距離詰められなかった。そしてまたここに戻ってきたか。約束された土地だな。お、先倒し、それは厄介だ。あそこは。ふむ、窓枠か。あ、これ今でも間に合うわね。とりあえず群れさせて。あとは決め打ちして終わりね。あ、これカラス設置しなくてもいける。無理だったか。お、ライト遅れたわね。あーやめて、今設置してるところなの。おやあ。当たったわ。逆によう当たったな今の。さて、残ったのは。あ、いつの間にかメグだけになってる。お疲れ様。いいえ、さすがに今回は逃がすわ。お前がサバイバーに優しくするだと。誰だギデオン指定した野郎は。なんだこの即落ち2コマは。さて、今回は慈悲などいらぬ。全力で全滅するわよ。おっとっと、何やら足跡がべったり残ってますわね。どこに逃げたのかしら。いや隠れてるわね。血まみれのクローデットってあんなに醜かったのか。地味に隠密に向いてるのよねあのスキン。しかしギデオンなら比較的明るいからわかるわよ。ちょっと待って。足跡も血痕も残ってない。これ怪我の巧妙か。ああ、完全に隠密コンセプトですわこれ。しかし今別の足跡があったな。あれは無視するわ。怪我の巧妙持ってるなら今使わせた方が後々楽になるわ。おまけにクイクワまで持ってきてるじゃないの。でもクローデットさん、一つだけ言わせてほしい。鋼の石持ってこなきゃ。お前今回キラーってことを忘れるなよ。さて早速ギデオンのデメリットが生じた。悶絶のフックが近くにねえ。そりゃまた死活問題だわ。やっぱりここの発電機触ってたのね。む、このジルは買ってるわね。一応ここにカラス設置してと。これこのまま救助に行くかしらね。足跡的には行きそうだな。なるほど、これ別の人が来てたわね。ここで阻害できるのはでかい。そこだ。今の当たったのか。完全に予測打ちだけどね。おっと、出っ歯かしら、どうぞ。結局また悶絶には吊るせなかったわ。そしてクローデットを救助したであろうミンが横切った。このまま追いかけましょうか。あれ、どこ行った？ここかしら。なるほど、奥に逃げたのね。ああわかるわ、この人うまいわね。おそらくアーキスと対策をわかってるわ。ガンガン距離離してるしな。少しカラス設置をためらった方がいいかもしれない。これは右に逃げたわね。ここに板がないということは反対側にあるのか。さあどう動く？お、それはミスしたんじゃないかしら。そこに何もないのは確認してるわ。よし、一発確定ね。旋回は向こうじゃ。む、出っ歯か。あ、わかってたけど貫通できなかった。カメラワークが追いついてなかったな。まあでもいいわ、ここですぐ使わせたのは大きい。やはり離れるわね。あ、くそう、奥にも強い板が。だからギデオンは嫌なのよね。とりあえずカラスは飛ばしとく。まあ当たらないのは知ってたわ。さっさと回復するために飛ばしたってことか。次の場面で仕留められなかったら諦めるわ。おっと待って、あそこって袋工事じゃない。どうだろうな、ここだけで幅結構あるし。一旦位置は設置して逆側行ってみよう。まあ待機するわよね。でここにも設置して。褒めて、うぜえ。今度は悶絶に吊るせるわ。なるほど、あそこはミキサー部屋かしら。せっかくだから行ってみよう。さすがにカラス群れることはないと思う。やっぱり、上で待機してたわね。そこ降りるなら先回りしよう。視線切れるまで追ってるところは見せたから油断するかも。お、これは油断してたな。相打ちいただきました。さて、ここの追い込みは私もまだやったことないわね。2箇所に設置すれば袋工事になるかしら。あ、ダメだこれ隙が結構あるわ。角2つに設置するのが良かったっぽいな。仕方ないこれは無理やり行かれるわね。あれ、まさかのスルー。これはラッキーね。ただ、上に板あったら終わり。そこか。出っ歯は、あったのね。しかしまあこれは愚直に追ってれば終わるだろう。渇望も乗ったしね。さあこれでフィニッシュ。これ今回はマジで興奮持ってきて正解だったわ。割と強気に遠くまで運べるしな。それが今回結構刺さってるのよね。まあ運んでる様子はカットしてるけど、さりげなくカラス当てましたね。まああれはゆっくり乗り越えなら当たるわね。さて、クローデット。ダンスウィズミーってかいつの間にかペンミン死んでるし。そこだ、こいつは急に予測打ちが当たるし。誰だお前は。なんだこの情報量は。これもう終わりってことでいいですか。もう終わらせてくれ。待っておくれジルちゃん。
今殺しに行くからね。メンヘラか。あ、これ救助に向かってますね。まあこの局面になったらそうするしかないよな。これでとりあえずカラス全部当てて。まずはジルからダウン取るわ。ああ、でもこれまだ続きそうね。というか続けよう。ポイントのためにかわいそうとかそういう感情ではなくか。ここドン付きだから割とチェイスするには積んでるわね。一発いただきます。さすがに離れたか。ここからどう動くかしら。あら、カラス振りほどいてないわね。しまった、あそこの板破壊してなかった。でもスルーしてくれたから大丈夫ね。うわ、最強板のところまで来たか。これは予測して。いや、無理だ、普通に追いかけた方が早い。カラスがよく見えるわ。しかもこれ疲労してるから出っ歯の心配をしなくていい。強気に殴れるのはでかいよな。体勢は立て直されたみたいね。でもバベチリ君のおかげでまた地獄ができそうだな。本当はアーティストにバベチリは最高だわ。さて二人カラス付与して。なんかさっき見たなこの光景。まあいいや、一旦この板破壊しよう。あのフェンミンは釣ったばかりだからクローデットを追いたいわね。大下で走ってるのがよく見えますわ。このままあの人を追いかけるわよ。おっと、板を倒したな。今のはもしかしたら振りほどきしようとしたらボタンが同じだったパターンかも。あ、ここに来て予測打ち外したわ。まあでもこの距離ならリカバリーできるだろ。そこには何もないから一発は確定。この間に救助に行ってくれてたら助かるわね。音声認識が発動しました。またすごいタイミングだこと。今更だけどこのクローデットは怪我の功名消えてるわね。こりゃやりやすくて助かる。あ、マジか、ここにいたあるもんだと思ってた。今のところよく生成されるんだけどな。ないパターンもあるんだな。さて板たどり着かれる前にカラスを。ダメだ、クールタイム入ったわ。少し待つか。あら、その必要はなかったわね。後半に来て共鳴する苦痛が刺さってきたわ。バベチリで全員映ったな。これはまた予想でこうして。ペンギンに当たる。言っとくけどボールハックじゃないからね。いやわかってるよ。自分でも怖くなってるだろ。ここまで予想通りだと怖いわ。まあいいわ、ペンギンを追いかけましょう。あ、ペンちゃんそこ動かないと当たるわよ。悪い、それ届くんだわ。どういうコント。あら、こんなところにべったり痕跡が。これ右行ったのかしら。あらどうも。ジルも今びっくりしただろうな。こうして見ると序盤ここ2枚消費できたのでかいわ。ギデオンの中でも強いところだしな。あ、欲張りすぎたか。興奮を過信しすぎたな。逆に考えればなければ絶対手前まで届かなかったわ。まあいい、まだ1台も直ってないし、H 台も直ってないの。なんでお前が驚いてるんだよ。じっくり追いかけて処刑しましょう。じっくりとは。残りは二人、もう勝ったわね。そう油断してるとハッチ脱出されるんだよな。あらあらどうも。このスキンのフェンミンはいつ見てもガンツを思い出すわね。ああ確かに、見た目似てるかも。よくガンツフェンミンって言われてるわよ。さて残りはクローデットのみ。今回は抜かりなく這いずり放置して探すわ。随分と入念だな。言ったでしょ。慈悲は与えないと。ああやっぱりですか。なかなか見つからないわね。今ロッカー入ってなかった。え、私には見えなかったぞ。ほら見て、あそこ血痕がある。でもわかんない、入ったんじゃなく出たかもしれない。血の跡がないので陰確定ですわ。私今日冴えてるわ。認めたくねー。